どうも、バイスです。さあ、エリア祭り、高難易度攻略やっていきましょう。高難易度のギミックとしては、敵と味方にウィークポイントが設定されていて、そこを守ったり、攻撃したりするようです。妖精騎士の誇りを。ウィークポイントを攻撃するチャージアタックは、攻撃しなかったサーバントが自動でパワーチャージしてできるようになるので、アタッカーのカードは開幕触らないのが安定。1ターン目は、プーリンの無敵付与で、全体を守ります。サーバントは2回パワーチャージすると確定で相手にペナルティを与えられるみたいなので、ボーブカードは何が配られるかわからない2ターン目用にストックした方が安全。2ターン目はプーリンのホーグブッパ。これでだいたいレベル1鎮球は守れますね。3ターン目はアタッカーのカードが必要になるので、この時点でアタッカーのカードが溢れて積んでたらリセット安定になります。アバロンの風体験ツアーへの参加、誠にありがとう。私の顔ばかり見ていていいのか。遊覧飛行っていうのかい。おてんばでしきません。夏だから特別できません。一刀両断。メインアタッカーのパワーチャージが完了したらバフ盛りスタートラインです。ここでホーグをバナしても結果出るんですが、ブレイク後にラッシュを仕掛けたいので温存します。なおこのターンにルートマートがホーグをバナしてくる理想の展開もあるんですが、その場合は防御バフを付与して自サバのウィークポイント攻撃を防ぐのが安定ですね。防御バフが付与されている間はバリケードエフェクトが発動してウィークポイントへの攻撃を1回防げるようです。なおここでの防御バフは防御力アップとダメージカットになります。無敵粛清防御は含まれない模様。無念、完全にタストリア願ってきてますね。ブレトマートのウィークポイントを破壊すると毎ターン体力が減っていくエフェクトが発動します。どこまで減るかは未確認ですが、この後も100万くらい減ります。マックス HP に対するパーセントの可能性もある。今そしてこのターン大事なのが玉物チャージ現象ですね。ブリトマートは源のためともオデュッセウス、メカエリ、バメッジのいずれかのホーグを発動するのですが、こちら側のバフ量で決めてる節があり、対粛清防御とか付与してるとオデュッセウスが召喚され防御強化解除で完全に消えます。相手のウィークポイントを攻撃した時のエフェクトも強力ですが、こちら側が攻撃されると持続無限の通常カード選択不能が対象サーバントに付与されるので、なかなかぶっ飛んだ運ゲーギミックです。復帰できるかは未確認。さあここからはいつものバフ盛りだし、1回のホーグで300万削れるくらいが理想ですね。夢王は属性適性はそこまで高くないですが、チャージ力が結構優秀なのと、あと早く終わらせて周回に集中したいので狙いです。ブレトマートはブレイク後確定でウィークポイントを攻撃してくるモードに突入するので、防御バフがあるなら忘れずに。何の黄昏の時を再び道を開け、皇帝の花道なるぞ。あれはいつか見た終わりの星、どれほど遠く汚れても私は星を探すのです。さあ幕を開けてアラウンドカリバーン。最果ての島、罪の都、最後の竜は我が胸に集え、円卓の守護者たち、ラウンドオブアバロン。春の日差し、花の乱舞、開けヌプティア・エドモス・アウレアよ。歌え、アクス・カエレスキ。その愛は、オーラのごとく。母上様、ご覧くだされ。一刀両断。聞きません。ここで嫁王のホーグをリチャージできるくらいカードが引けてればセット完了です。残念ながらこのターンで決着はつけられないので、ブリトマートをスタンさせます。スタンが通用するのは運営の優しさを感じる。もしブレイク後1ターンで決着がつく場合は前のターンにスタンをパナせば、ホーグ対策とか防御バフとかもろもろ不要になりますね。オベロン武蔵ちゃんとかならいけそう。なおここでスタンを使うには、ブレトマートの体力が減少すると
無敵を付与する確率がアップするからですね、うんうん、さすがだ。それさえ防いでしまえば次の宝具で突破可能。2ゲージブレイクで高難易度終了です。花の乱舞開けヌプティアエドモスアウレアよ。歌えアクスカエレスティ世の大勝利である。世の見せ場だな。道をさすがだな。トウ春の日差し花の乱舞開けヌプティアエドモスアウレアよ。歌えアクスカエレスティ。その愛は大空のごとく。はっ聞きません。世の見せ場だな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もできれば